レッスン249「九。許しは苦しみや失うことをすべて終わらせます」「許しは苦しみは終わり失うことは不可能であり怒りには何の意味もない世界という光景を描き出してくれます」「攻撃は去り狂気は終わりを迎えます」 今やどのような苦しみを想像できるでしょう。どんな損失を被ることがありうるでしょう。この世界は、喜びや豊かさ、思いやり、そして限りなく与える場所となります。その世界は今やとても天国に似ているので、一瞬の間に その世界が反射している光に変容しますこうして神の子が始めた旅路はその人がやってきた光の中で終わったのですでは今日の祈りをご一緒に父よ私たちは心をあなたにお返しします 私たちは自分たちの心を裏切り恨みという強い力で抑え込み暴力や死の思いで脅かしてきました今こそあなたが想像されたままにあなたのうちで 休息すするつもりです許しが苦しみや失うことをすべて終わらせるからです。